はい、こんにちは。日本オラント種療法協会の長島です。今日も治療でお悩みのあなたに臨床のヒントや治療の考え方についてお伝えしていきます。今回第9弾目となる肩関節シリーズのテーマはこちらです。ガチガチ拘縮型は、組織構造に着目せよというところでお話をします。このね、テーマを選んだ理由としては、やはり拘縮型って非常にね、悩む方が多いですよね。私も肩の専門で、今病院で働いてますけども、やはりね、非常に悩む頭を抱える部分も多いと思います。で、特にやっぱ動きの改善っていうところに関しては、なかなかこう結果を出せないね、治療家の方も多いと、耳にしていますので、やはりこの部分っていうのは、まあ皆さんね、悩んでるんじゃないかなと思ってます。で、なかなかね、こう動きが改善してこないと、自分の治療に対して疑心暗鬼になってしまったり、なかなかその結果ね、治療に対して自信が持てない、そのような方が多いのではないでしょうか。それで、なぜね、じゃあ皆さんがこうなかなか治療で結果が出せずに、こう治療に自信が持てないのか、なぜそうなってしまうのかっていうふうなことを考えたときに、おそらく、拘縮っていうものに対して、こう組織ごとにね、アプローチを、適切に選択できてないのかなっていうふうに、考えています。ですので、今回この動画を見たあなたは、拘縮型を治療する上で必要な、組織の構造を理解することができます。で、また、その組織の構造ごとに、どんなアプローチ方法が、適切なのか、そういったところも理解できますので、ぜひ最後までご視聴ください。はい。この組織の構造っていうものが非常に大事なんですけども、その前にまず肩関節自体の構造っていうものが、どういう風になってるのかっていうのは、まず頭の中でイメージできないと、先に進めないので、その点の復習からやっていきたいと思います。で、まずここに肩関節、上腕骨頭と、関節下の部分を、書いてはいるんですけども、まず組織が何があるかですね。特に拘縮してしまうような組織っていうのが、どんな風なね、ものがあるか、そこを理解していきましょうね。はい。で、組織の構造なんですけども、基本的にこの関節間の間には、関節芯であって軟骨があって、その表面を取り巻くのが関節包、もしくは靭帯ですよね。で、さらにその骨と骨を連結している、靭帯の以外にも、腱板の筋肉があったり、付着部に腱があったり、そしてこの腱包という部分ね、屋根の部分と骨頭の間には滑液包という組織があります。で、これらのそれぞれの組織が、炎症が起きるんで、炎症の結果、拘縮になってくると。で、そしてそれらが、硬くなってしまう。なので、それぞれの組織に対してアプローチする仕方っていうのが変わってくるんですね。で、特に、それぞれの組織が、どういう風なね、構造を持ってるか、この点っていうのは、実はアプローチをする上で非常に大事な、ところになります。で、じゃあ皆さんがどのぐらいね、組織のイメージを持ってるかっていうところを、ぜひね、考えていきたいなと思うんですけど、大きくね、私たちは3つの、タイプに組織を分けています。で、その組織が、どこに該当していくのか、ぜひ皆さん一度ね、考えてみてください。はい。で、先ほどね、構造をね、お話はしたんですけども、その構造を少し、コラーゲン繊維の、配列ごとにちょっと書き加えたものになるんですけど、ちょっとね、落書きみたいにはなってるんですけど、こういうね、網目状の、組織と、少し、こういうふうにクッション性のあるような、丸みを帯びた、コラーゲン繊維の配列、そして縦繊維の方向の配列。こういった具合に軟部組織の構成っていうのは非常にいろいろと変わってくるんですよね。なので、例えばこの網目状っていうと、皆さんどんなものをイメージするか、考えていただきたいんですけども、網目状の場合はやはりね、いろんな方向に伸びないといけないですよね。例えばじゃあそれどんなものがあるのかっていうと、例えば皮膚とか、筋膜なんかは特にそうですね。じゃあ肩に今度目を向けた場合、肩の場合っていうのは、これが例えば関節包とか、もしくはこのね、袋状になっている滑液包なんかもこういう網目状な組織ですね。で、これが皮膚の場合は少し、雑な、粗雑な、作りになってて、より広い範囲に伸び縮みできると。一方で、関節包とか、滑液包っていうのは、ちょっとケースバイケースで密だったり、ちょっと粗かったりするので、そういうふうに、いろんな方向に伸びることが重要な組織っていうところですね。で、その他にも、例えばこういうクッション性のあるもの。で、こっちはね、多分皆さんイメージつくと思うんですけど、靭帯とか筋肉っていうのは、こういう配列をしてますよね。なので、それぞれの、組織に応じて伸び縮みがしやすい方向、そしてそれは実際にアプローチしていくときにどの方向にどれぐらいの強さで伸ばさなきゃいけないのかっていうものの一つの指標になるんですね。なので、まあ、僕らはこういうねガチガチ型の拘縮を考えたときに、まずどの組織が硬くなっているのかを見極めた後に、じゃあ実際に組織ごとにどういうふうにアプローチをすればいいのか。で、それっていうのは、実際こういうふうなね、軟部組織の構成を理解した上で、適宜に、必要なアプローチを考えていくと。まあ、例えばこれだったら、縦方向に伸びる、方向の、ストレッチであったり、まあ、伸長することが、大事だったりしますよね。一方でこういう、網目状のものに関しては、いろんな方向に、動かさないと、なかなかこれを改善してこないと。で、この他にも、この中には実は、潤いを保つために必要な水とか、プロテオグリカンというような、まあ、話もあるんですけども、今回はそれを置いておいて、まず、拘縮型を、まあ、考えていく上では、まずこれらの組織の構造をしている、どこのね、軟部組織が硬くなっているのかをまず、しっかりと理解した上で、この構成に応じたアプローチ手段っていうものが必要になってくる。まあ、その点をしっかり理解していただければと思います。はい。そして、さらに重要なこととしては、まあ、先ほど伝えたスポンジ効果っていうところですね。で、スポンジ効果っていうものは、この中に、まあ、水とかっていうものが、こういう組織のね、間に全部水が入り込んでいってるんですね。で、そこがプロテオグリカンとかっていう、コラーゲンの組織としっかり結合することで柔軟性が保たれると。なので、できればしっかりとこのスポンジ効果っていうのは伸び縮みがしっかりできるような方向に動かすとか、しっかりと伸ばした後はちゃんと戻す。まあ、そういう風に動かし方にもしっかりこだわっていかないと、この拘縮型っていうのは改善してこないんですよね。なので、まあ、今回のまあ拘縮型をしっかりね治療していく必要なものは、どんなアプローチをするかというよりは、どんな組織の構造に対して、まあ、どういうアプローチが効果的なのか、そしてそのアプローチ自体は、こういうね、スポンジ効果っていうものを考えたときに、どのぐらいの幅をね、広がして、さらにそれを元に戻してっていうような強度ですね、のところをしっかり考えて治療していくと、組織のね、状態に応じて治療ができてくると思います。はい、今日も最後まで動画を視聴いただきありがとうございました。もしですね、今日の動画、参考になったよっていう方は、こちらの方にね、いいねをよろしくお願いします。また、YouTube、SNS ですね、Twitter、Facebook などでも情報発信をしておりますので、よろしければまたそちらの方もご覧ください。それではまたお会いしましょう。